吉宗評判記暴れん坊将軍。もらえるかい。おめえさんの評判がいいからやってちゃうんだよ。いや、いい穴場へ連れてってくれそうじゃないか。なあ、え？じいさん、ダメだこりゃ。全然耳が聞こえねえらしいよ。ちゃんと聞こえてらバカ野郎。うん。なんだよ、そんじゃおめえ。なんかいつは気晴らしに釣りにやってきたんだ。船を頼む。気晴らしだと？世間様はみんな悪せく働いてるんだ。それをいいわけもんがなんだ。真っ昼間からのんびり釣りとは。おい、とっつぁん言ってくれるじゃねえかよ。おい、とっつぁん。とっつぁん、まあそう言わずにせっかくここまで来たんだ。頼むよ。ダメだ。とっとと帰れ。よっ。そしたらおとなしく話したらいいになりやがって。おい、ダメじゃねえよ。おい、待てかしら。よし、こうなったら金輪際船は出さねえ。早く帰れ。分かった分かったよ。誰が乗るかそのボロ船に。人の噂も当てになりませんな。全然釣れやしねえ。本当にもう腕が悪いんだ。腕じゃねえよ、船が悪いの。そっちの若いのはまだ見どころがあるわ。おめえは辛くしダメだな。修行が足りねえ。何よ頭、予算か。待ってね、新さん。じゃあもうこっちの方で釣りましょうよ。とっつぁん、長いのか、この家業は。そうでもねえ。やっと足掛け10年ってとこかな。おう、それにしては船のあしらいがどうにいってるではないか。在所は長崎だ。もともと漁師のせがれなんでな。へえ、楽で結構でございますな。仕事に楽はねえ。客を乗せて大川へ出りゃ人様の命を預かってるんだぞ。風の笛や流れの安兵衛まで一時だって気は許せねえんだ、バカ野郎。この頑固で偏屈ともいえる老人に吉宗は好感を抱いた。口は悪いが腹のないさっぱりとした気性なのであろう。人の世の出会いを楽しむ吉宗なのである。カシラ、カシラ、よし。気の短いお兄ちゃんにこのたくさん釣れるわけないもん。いや、そういったもんでもないぞ。頭もなかなか頑張ったな。いいんですよ。どうせ足は一匹も釣れませんでしたよ。大体ね、あの土地に足も頭に切れてたからね。この釣り船屋の親父がちょっと変わってきたな。早く頭とぶつかるところだったんだ。うちの人もね、なかなか血の気が多いからね。ところでみんなどうしたんだ。それがね、聞いて、新さん。ここんとこね、並木町の熊物屋にみんな揃って通い詰めたのよ。熊物屋に？そこの娘さんが別品なんだってさ。おい、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、暴ってないでください。おかみさん、おくみちゃんはどうしたんだよ。おくみちゃんに選んでもらいてんだよ。はい、ただいま。ちょっとおくみ、手伝っておくれ。
まあまためぐみのおじさまたち。いらっしゃい。いや、おじさまはねえだろ。他のやつはともかくとして。おじさまどいて。おかみちゃん、おふくろにね、かんざし買ってやりたいんだけど、どれがいいか選んでくんねえかな。おかみちゃん、俺が先だよな。妹にさ、手提げ袋買ってやりたいと思うんだけど。だけど。そうね。いいんじゃない？いいんじゃないか。おかみちゃん、これおふくろに買ってやろうと思うんだけどよ。どうだからな。どうやってんだよ。そこのシルク屋でどうだい、のちのちの話もある。おくみちゃん、俺のもんだよな。やめてください。やめてください。ねえ、日の用嫌な手みてえにはこんなけっとたねえだろ。出せってね。どこに隠したんだ言わねえかこの野郎。早く早く死んで、やめて。ほら、つかみ押し込みだ。お帰り様、お帰り様。けえ、殺しまでやってたった五両か。いや、うん、黙りゃどうせ獄門だいだい。これで晒し込みじゃ、お前寒くてしまねえで。バカ野郎、てめえが慌てて面かるから俺まで面ちまうんだよ。だけどよ、夜回りが来てたんで。そんなもんにびくつくな。ああ、だけど銭欲しいな。よし、じゃあおめえもっとどうせ稽古とやるか。深川の弁慶と申しますので。うん、辰五郎と二人でふらり立ち寄ったんだが、いや、なかなかいい釣り船屋でな。そこの主がまた一風変わった面白い男なのだ。いや、ではじめも今度越前殿でも誘って参るといたしましょう。こやつめ、まだ困ったものですな。おお、北と南の月番交代か。どうした、両名とも浮かぬ様子をいたして。はあ、実はただいま矢部殿と逃亡犯の詮議をいたしておりまして。兜の吉蔵か。はあ、宝永の頃から享保の初めにかけて御府内を荒らし回った盗っ人でございます。こやつめ逃亡の際に役人を殺めておりまして、10年前よりふっつりと行方を絶っており、もはやこの人相とは違っておるはずでございます。それではなおさら捕まらんな。おう、しかもそやつ噂によると千両近い金相を隠しておるとか。そりゃ許せん。何としてでも見つけ出さねば。は、極力そのように。遠くなるほど深くなる、やんれさね。とっつぁん、また来たぞ。ああ、おめえさんかい。今日は一人か。そうだ、頭はとっつぁんが苦手らしい。気の小せえ野郎だ。ずっとここに一人暮らしか。ああ、まあな。若いの、ちょっと待っててくるな。なあ、かまわん。どうしたい、何か用か。近くへ来たもんだからね、どうしてるかなと思って。ああ、変わりはねえよ。店の方はどうだい。繁盛してるわ。おっかさんはどう、元気か。あのね、お父ちゃん、久美ね、今度小袖が買いたいの。しょうがねえな。いいか、いつも言ってるようにあんまりここへ来ちゃダメだぞ。
分かってるわ。じゃあね、お父っつぁん。待たせちまってすまねえ。いや。どうだい、気に入ったら持ってきな。そうか、すまんな。じゃあちょっと支度するから。ああ、こりゃいけねえや。すぐにやみそうにないな。おくみのやつ振られてやがるな。今の娘さんか。ああ。まあこいつが上がりゃいい釣りになるだろう。どうだわけね。それまで一杯やってるか。それもおつだな。姉ちゃんよ、いい雨だな。そんな面しねえで俺たちに付き合ったらどうだい。吉兵衛ってんだ。俺は貧乏旗本の冷や飯食いで徳田新之助だ。おめえさんの年の頃には俺はどうしようもなかったな。15の時に国を捨てて江戸へ飛び出してきてよ。それからずーっと裏通りを野良犬みてえにほっつき歩いてな。大勢人も泣かせたし非道も重ねた。だから恨んでる奴もたくさんいるはずよ。もうこの年になっちゃ取り返しはつかねえが、近頃つくづくと昔が悔やまれてならねえのさ。若えの、人間どこで年取るか知ってるかい。体じゃねえんだ、気持ちなんだぜ。やり直しができねえと悟った時からこうがっくりくるのさ。そうなるともうあれもこれも取り戻したくなってな。つまらねえやがきだと分かっていてもだ。おお、くだらねえご託を並べちまってすまねえ。勘弁してくんな。いや、それよりとっつぁん、昔のことを悔やむより、これからきちんと生きることの方が大事ではないのか。何か償いたい気持ちがあるとしたらなおさらだ。荒れたことを言うじゃねえか、若えの。気に障ったらすまん。なあに、おめえさんの言う通りだ。今のは情けのねえたわごとだと忘れてくんな。やめてください。おとなしく死ねえ。出れば抜かんねえよな、まあ。一晩おとなしくしたら無事に帰れるのによ。でけえ金になるんだよ、おめえが。あれが勘定吟味役米倉左京だ。その使途不明の金子はどれほどになるのです。千両にも及ぶ金だがだ、もはや放ってはおけん。勘定方も困っているようだ。証拠がない上に米倉が大物すぎて手が出せないのだ。米倉の使い込みの証さえ得られれば。それを我々がこれからやる。上様のお身にはまだ入れるでないぞ。はい。近々勘定方にご監査があるという噂を耳にいたしましたが、まことでございましょうか。うん、そのようじゃな。では殿がお手をつけられた例の金子は明るみに、うん、直ちに判明するであろうな。殿、千両ですぞ。帳尻さえ合えばよいのであろう。殿、案ずるな。わしにも目算がある。
試しに来やがった。ここへは来ちゃいけねえって言ってあるはずだ。俺に万一のことあった時、おめえたちにとばっちりが言ったらどうするんだ。これ読んどくれよ。娘は預かった。妙馬の国にうねめがらに千両持ってこい。おしゅう、どういうことなんだこれは。あの子昼過ぎに深川まで用事に行くって出たまま戻らないから、おかしいと思ってたんだよ。お組は八つ頃ここへ寄ってるんだ。じゃあその後で門分かされたんだよきっと。番屋には届けてた。取るものとりあえず飛んできたんだよ。あのお店を叩き打ったって千両なんて、わしはねえどうしたらいいんだろうね。お前さん、五条だよ、力になっておくれよ。お前さんの血を分けた娘が門分かされたんだよ。うるせえ、少し黙ってろ。くそ、どこの野郎だ。あの子ひどい目に遭ってるんじゃないだろうか。どうしよう、お嫁に行けなくなっちまった。金はこの俺が何とかする。え、だって千両だよ。お前さん一体どうやって。俺が何とかするって言ってるんだ。どんなことをしたってお国のためだ。いいか、間に合いなんか知らせるんじゃないぞ。お前さん。ごめん。どちら様へ。夜釣りをいたしたいのだが、船を出してもらえんかな。それがあいにく今夜は。何か不都合かな。実は徳田新之助にここが大変良いと聞かされてまいったのじゃが。ああそうかい、そいつは。じゃあちょっと待っておくんなせい。おめえは帰りな。お組のことは俺が引き受けたよ。だってお前さん、明日までに千両なんて大金を。ちゃんと作るから大丈夫だ。いや、ご老体、こうして大川の夜風に当たりながらの釣りもまた一興でございますな。上様、いや新之助のやつ、なかなか風流心を持ち合わしてるようじゃ。ああ変わり者とは聞いておりましたが、これは加納殿以上ですぞ、あの老人。何を申す。おう、これその方もこちらへ来てやらぬか。構わんだろう。酔って船が焦げぬほど進めやせぬ。頂戴いたしやす。島帰りか、その方。古傷でござんすよ、ずっと昔の。まあまあそういうこともあるじゃろう。若い頃に道楽が過ぎたんじゃな。風の安定が悪くなってきやがった。ぼちぼち岡へ戻させてもらいやすで。あ、大岡様、あしに用事って何ですか。辰五郎、え、お前釣り船や弁慶の主をどう思う。どうって、あの父さんが何か。確証はない。だがこの手配書にもあるように、あの主にも島帰りの入れ墨がある。それに輪郭骨相とも似ているとは思わんか。そういやそうですがね。ねえ大岡様、わしはこのとっつぁんと会って喋ったんだが、口は悪いが、そら腹のさっぱりしたいい男ですよ。どうもこんな教授を持ってるふうにはあっしや。間違いであればいいと私も思うんだが。
が言った。俺が盗んで隠しといた銭だ。こいつでお国が無事に戻るなら安いもんだ。うわお前さんありがとう。これでもう一安心だよ。じゃあ間違いなく国元に。分かってるよ。おしげ、俺はちょいと野暮用させてくらい行くぜ。うねめが原でこっち会おうじゃねえか。はいよ。あ、いらっしゃいまし。金箱をくれないかい。千両箱。あ、ありがとう。あの釣り船屋の主が？はあ、おそらく逃亡を続けている兜の吉蔵ではないかと。忠助、俺は信じられんぞ。兜の吉蔵は長崎無宿です。15の時に国元で人を傷つけ、江戸へ出てきてやがて無頼の途に身を落とし、30の時に喧嘩で三宅島へ送られております。8年間の島暮らしの後に御赦免となり、江戸へ立ち戻り盗っ人稼業に入っております。そして突然10年前に行方をくらませました。これらの足跡はすべて調べ上げました今の吉兵衛に符合いたします。今はどうあれ吉兵衛は役人を手にかけております。上様、この罪は消すわけにはまいりません。お前さん、おくみは無事に戻ってくるかね。おう、金は持ってきたか。お前さん、早く。何もされなかったのな。お母さんのところへ行ってろ。おい、おめえら、おめえら俺のことを知ってたんじゃねえのか。いらねえよ、おめえのことなんか。だったら妙じゃねえか。俺の持ち金がちょうど千両、おめえらが言ってきた金高はぴったり千両。俺のことを知らなかったら花から門分かしなんかやるねえ。誰がどう考えたって駒物屋の寝台で千両の身の代金が出せるわけやねえ。いや、相原よ、余計なこと考えると寿命を縮めることになるぜ。へっ、相原よ。お前さん、お前たちは先に家へ帰ってろ。こいつはどうにもすっきりしねえ。おくみ、え、もう大丈夫だから、お前一人でお帰り。忠介、何用だ。これをご覧ください。盗っ人カブトの吉蔵が下屋の総福寺にいる。たった今投げ込まれたそうです。何者の密告だ。はあ、小物の話では女だとか。吉兵衛がなぜこのようなところに。
悪な仕事だったな、こいつは。何が何だか分かんねえけどよ。とにかく銭はこっちの手の内よ。だけどよ、約束だろ、渡すのがよ。冗談じゃねえよ。どこの世間にそんなバカがいるんだ。そりゃそうだ。よし、じゃこいつは山上げで。その目によ、祝い酒と行こうじゃねえか。祝い酒か。そりゃそうだよな。おい、俺、おうれれかくってやいってみよう。なんだこの野郎。やらなっ。どうしたんだ。おい、毒だ。どういうことこれは。すまないね、お前さん。これ私が仕組んだお芝居なんだよ。ずっと前からお前さんがどっかにお宝を隠してるんじゃないかって睨んでたんだよ。それに盗っ人仲間の噂じゃ千両だってじゃないの。千両ものお宝をみすみす眠らしておくのもったいないからね。町で拾ったゴロつき二人にうまく話を乗せ肩も担がせたってわけ。バカだよ。お宝を目の前にしたらね、どんな気持ちになるか私が知らなくても思ってんだから。じゃあお前さ、悪いけど一人で三途の川を渡っておくれよね。一体何があったんだ。おい、吉兵衛。何、ちょいと昔の女に裏切られたね。何、待ってろ、今すぐ医者を呼んでくるからな。しゃらくせえ、医者なんざできれいだ。吉兵衛、お前の全身は兜の傷像だな。違う、俺は死がねえ釣り船屋の親父だ。偽りを申すな。ことはすべて露見してるんだ、吉兵衛。兜の吉蔵は死んだ、ずっと昔に。そう思いてなあ、わけの。一旦人の道からはぐれちまうと、人間なかなか元へは戻れねえもんだ。俺ははぐれたまんまでとうとうここまで来ちまった。取り戻せたら、やり直せたらと思いながら、とうとうこんなざまだ。因果は巡るのさ。昔の女は並木町で泉屋っていう小物屋をやってる。そこに奥美って俺の娘がいる。奥美のことだけが気がかりだ。わ
けのおめえに頼んでもいいかい。吉兵衛、達者でな、若えの。たくさん、使い切れない。やっぱり私は堅気の暮らしなんかできないんだよね。このお足でもって御所安楽に。お母さん、それこっちへもらうわよ。え、おくみ、お前。殿様。女、金をよこせ。冗談じゃないよ。このお宝は私のものなんだ。誰が渡すもんか。おくみ、お前いつから そんな人と。いいでしょ、そんなことどうだって。ずーっと前からおっかさんがお父っつぁんのお金狙ってんの知ってたわ。だからいつか何かやると睨んでたのよ。門沸かしの時すぐピーンと来て黙って成り行きに任してたの。すぐしたら案の定。お前、いつからそんな悪い子に。仕方ないでしょ。物心ついた頃からお父っつぁんもお母さんも表は肩に照らしながらいつもお上の様子伺って暮らしてる風でさ、すねに傷持つ親の子なんかどうせまともに世間の表なんか歩けないわよ。私はこの殿様に可愛がってもらうのが今は一番幸せだわ。お前って子は何て子なんだよ。ったく、なんてことする奴らだ。欲と欲とが絡み合い、まさに青鬼赤鬼の騙し合いでございました。米倉はどのようにしてそのお組、町屋のお組と知り合ったのだ。ああ、それまでは察するところ、魚心に水心、類は友を呼ぶの例え通り、どちらからともなく出会い息を通じたのでは。まこと悪鬼外道に落ちたのはその二人だな。それでは。あ、新さん、ちょっとよかった、ちょっと来てもらいたいんですかね。どうしたんだ。いや、実はね、足のところに大変なものが届いたんですよ。さあ、ちょっと。これなんだけどね、町内の門が吉弁とったから頼まれたらしいんだよ。若えの、この金は俺が盗んで隠しといた不浄の金だ。どうかお上に渡してうめえこと役立たせてくれねえか。吉兵衛、おそらく死ぬ前に人に頼んだものと思われるが、父さんさっぱりしたかったんだろうね。10年もの長い間さぞや重い荷物だったろうね、この金は。新さん、あのとっつぁんいいところあるじゃねえですか。するとあの金箱は。さあ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 、もっと飲め。はい、よくやって、用意はせん。
ねえ殿様。なんじゃ。私しばらくここにいてもいい？良いとも良いとも。お前の好きなだけいるわよい。お前のおかげで高金の穴埋めができたのじゃからの。ねえ、殿様。そのお宝拝んでみましょうよ。おお、そうしようそうしよう。の明かりを持て。はい。何じゃこれは。そんなバカな。お前たちの欲しいのはそれであろう。天下の風来坊、徳田新之助だ。人の心を失った外道ども、天が知らずと思うてか。勘定吟味役、米倉左京。その方、公金横領の穴埋めに、そこな女を使っての悪巧み。だが、まんまと計られしは、少子千倍。吉兵衛はな、千両の金をお上に差し出したぞ。おもれ、出会え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 。おのれ、こやつ生かして出すではないぞ。キレキレイキレイ。気はよせ。行かれたのじゃ。おお、越前殿、上様いずこじゃ。はあ、それがまた巷へ出られたのか。はあ、今度は日本橋の方に新しい釣り船屋を見つけられたとかで。何、また釣り船屋か。ねえ新さん、もしですよ、目が飛び出るようなべっぴんさんだったらどうします？そうだな、どうしようかな。まったくお前さんったら、そういうのを見つけるの早いんだからね。今日私が得意と見せやるよ。ねえねえ、私より美人だったらどうしよう。いやいや、大丈夫ですよ。カツラが見つけたのなんてね、今さらかゲロ目に決まってます。そうか。そのうちのお前らびっくりすんなよ。本当に俺は音がしてんだからな。ここ、ここだよ。お前ら驚くな。本当に綺麗なんだからよ。いるかい？船出してもらいてんだがな。
になっちゃ取り返しはつかねえが、近頃つくづくと昔が悔やまれてならねえのさ。若えの、人間どこで年取るか知ってるかい。体じゃねえんだ、気持ちなんだぜ。やり直しができねえと悟った時からこうがっくりくるのさ。元盗っ人の吉兵衛に若い吉宗は何を見たのであろう。老木が朽ち落ちるように人の世には終わりがある。だがそれまでの間、まっしぐらに生きてゆきたい吉宗であった。真偽を守って生きてゆきたい吉宗であった。吉宗はそっと胸の中で吉兵衛に別れを告げた。しないさ、負けてたまるか。ぐっと睨むこの目に血がたぎる。吉宗評判記、暴れん坊将軍。ただいまより大笑いを行う。ただし明日暮れ六つまでに必ず下校院へ立ち戻れ。戻った者は罪一等を厳重が、戻らぬ者があれば他の寮枠でも探し出し、きっと次第を申しつける。忠相、町民どもが不安を抱かぬよう万全の手配をしてくれ。誠司さん、大丈夫かしら。無実？無実なんです。棟梁の家に火をつけるなんて、そんな恐ろしいことをするもんか。暮れ六つまでに下校院へ戻らなければ、政治は天下のお尋ね者になります。新さん、暮れ六つよ。ごめんなさい。地獄の鐘は暮れ六つになる。どうぞご期待ください。